豪廃大イとは、北元のエルビクハーンに仕えた、オイラト部族連合の主張の一人で、チョロース部を支配していた。後に、モンゴリア全域を支配下に置いたエッセンハーンの曽祖,祖父に、あたる。モンゴル語での表記に従って、豪廃ダユーとも表記される。モンゴル年代記の一つ、猛古源流によると、豪廃大イは、オイラトのジャハ、ミンガンの出で、 オイラとのケレヌートのオゲチハシ派の部下であったという。ある時、エルベク・ハーンが、雪のように肌が白く、地のように頬の赤い女性はいないものか、と、号配単位に尋ねたところ、号配単位は、エルベク・ハーンの弟ハルグチュク・ドゥーレンテムル本イジの、ヒオルジェイト皇后こそ、そのような美貌の持ち主です、と答えた。そこで、エルベク・ハーンは、号配単位を、 オルジェイト皇后のもとに派遣して、自らの妻になるよう伝えさせたが、オルジェイト皇后は怒って、そのような道理に背く行為はできないと拒絶した。これを聞いて怒ったエルビク・ハーンは弟、ハルグチュクを待ち伏せして殺してしまい、オルジェイト皇后を力づくで、自らの妻とした。一連の功績で、豪輩隊は、上昇の称号を授けられることになったが、豪輩隊を深く恨む。 オルジェイト皇后は、その最中豪廃隊員を陥れようと目論んだ。オルジェイト皇后は、豪廃隊員を、自らの家に招いて酔いつぶし、自らの体を傷つけて、豪廃隊員が自身を襲ったように見せかけた。この様子を見たエルベクハーンは激怒し、逃げ出した豪廃隊員を追いかけて殺してしまった。エルベクハーンが、豪廃隊員の背の皮を剥がして、オルジェイト皇后のもとに帰ると、 オルジェイト皇后は、川の油を舐めて一連の事件は、豪廃隊員に復讐を果たすため自身が仕掛けた暴力であることを伝え、我が身をどうとでもせいよと迫った。しかし、オルジェイト皇后の色化に迷ったエルベクハーンは、皇后を処罰することができず、また、不当に、豪廃隊員を殺してしまったと反省し、豪廃隊員の息子バトラ上昇に、自らの娘サムル公子を目合わせ、 ドルベン・ウイラトを引きさせた。しかし、このようなバトラ上昇の優遇に、オゲチ・ハシハは起こり、最終的に、オゲチ・ハシハの手によって、エルベク・ハーンは殺されてしまった。一方、もう一つのモンゴル年代記、アルタンとプチは、蒙古源流とよく似た物語を伝えつつも、エルベク・ハーンを殺したのは、オゲチ・ハシハと、バトラ上昇の二人である、サムル公主が登場しないといった。 猛虎源流とは異なる記述をしている。著者不明、アルタントプチの方が、猛虎源流よりも、成立年代が古いこと、猛虎源流は、複数の伝承を掛け合わせた痕跡があることなどから、実際には、アルタントプチの方が、物語の原型に近いのではないかと推測されている。ブヤンデルゲルは、エルベクハーンをめぐる一連の構想を、親にくぶけ、ケハノケレヌートと、親、 クビライケ派のチョロースの構想と捉え、合輩大員の擁立したエルベクハーンの存在に、不満を覚えた、オゲチハシ派が、エルベクハーンを殺害して、アリクブケケのクンテムルを擁立したのだと解釈した。合輩大員バトラ上昇、順イ王、マフムードとゴン大使エセン大使、エセンハーンをしてムル大使、ケシクオロクオカダ2010、257から266ページ。 バイアンデルジャー2146から147ページ。ありがとうございます。